え6月14日午後8時になりました、えー、毎度毎度の毎週一遍のお付き合いでございます話か二人でさあ何話す、えー、今回はえ何回目ですか70回目だなんと70すごいねすごいですねはいまた一時間お付き合いいただきましょうお相手は柳屋さんの助と林はボタンでございますはいよろしくお願いいたします なんか先週はお菓子の話題で盛り上がったね。盛り上がりましたね。<laughs> <だ>ありがとうございます。ごちそうさまでした、本当に。<laughs> いやいやいや、甘党が多いんだかそうでないのか、やっぱ掴みきれないな。皆さん聞いてくださってる方のね。まあどっちも行,く行けるんだろうけど。 お酒飲めない方はお酒の話題やっぱすごく分かりづらいっていうのはあると思いますけど、お酒飲む方で食べないけどお菓子はたまにこうなんかもらったり食べる機会があるみたいな、うんうん、自分からは買わないけどみたいな感じ、うん、そうするとお菓子の方がやっぱり人数多いんじゃないですかそうだね。両糖使いって方がいるからね。そうですね。二刀流ですね。うん、二刀流の糖はこれあの、糖分の糖ですね。うまいね。<laughs> 両方糖分だから。<laughs> そうそうそう。二刀流二刀流で糖分でね。うまいね。これやっていきましょう二刀流。そうそう。私も二刀流ですよ、そういう意味ではね。そうですね。ういもん大好き。それこそね、お尻こすりいながら日本酒飲むの好きですから。すごい糖質ですね。いやー、でも美味しいんだよね。どうせ糖質だからさ。いいのそうですね。糖質がない生活なんてっていうか寂しいですよ。味気ないですよ。麻薬合法ドラッグだからさ。 糖質うそうですね。合法ですね。うん、あと、あれですね。あの、迷惑かけないですからね。糖質はね。 迷惑かけなたあの、何あの、何あ、あずき食べすぎて人にこう迷惑、酔っ払って。なるほどね。他人に迷惑をかけない。そうそうそう。あずきの取りすぎでね、う。うん。誰と思ってないうん。絡んだりしないもんね。そうそうそう。絡み、絡みあんこみたいな。そうだよ。まさにもう昔からある小話だもんね。そういうのはね。そうですもう永遠に続くこの両、二刀流。 二刀,二刀流配信で今日も参りましょうね。はい、行きましょう、はい。えーと、今日はもう乾杯行きますかじゃあ。はい、乾杯ちょっと。ね、行きましょう。はい。ボの写真もちょっと見、えー、ました。私ね。はい、私ちょっとね、ちょっと間違って自分のアカウントからつぶやいちゃってますけど、<laughs> はい、ハッシュタグ三ボタンで見ていただければ立ちどころに出てきますので、はい、今ライブで聞いてくださってる方。 それからあのー、後でポッドキャストで聞いてくださってる方もね、うん、ぜひあの、そんなものを見ながらの方がきっとわかりやすいと思うんです。ですね。ええー、見ていただきましょう。私はね、あのー、週末に、うん あの、函館と札幌へ行ってきまして。そうですね。いいまた成功マートで,マートですかマート。マート、マート。もうね、<laughs> ホテルの向かいがね、成功マートだったもんだけど、ね。<laughs> それは、ご自身で撮ったホテルですか用意されたホテルいやいや、自分で撮りました。もう自分で撮るときはあの、成功マートを一応あの配慮して、あの、宿を撮ってるんですよね。今回ね、あんま考えてなかったんだよね。<や>そしたらさ、たまたま。 たまたまもう、引き寄せますね。うん。まあ、多いんだけどね。まあまあ、もちろん。池袋におけるファミリーマートぐらい多い。まあ、そういうことだね。はい。うん。まあ、そういうのもすごく大事なことなんですけど、まあ、今回はですね、あの、お酒はお客様からのいただきもので、これ、函館のお酒なんですよ、これ。そうですね。函館酒ブルワリーって書いてありますね。五両角の五両です。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。五両というお酒で、えっとね、 割と新しいいお酒ってうか蔵なんですよ函館の函館市内に蔵ができまして何年ぶりとかってすごい何十年ぶりとかそんな感じなんですよ。一回なくなっちゃってね。やっぱり函館ぐらいの町になるとね、かつてはやっぱり酒蔵の一軒一軒あったんですよ。だけどやっぱりいろいろな時代の流れでなくなってそれがまた。 復活をしたって言うと、正確ではないんだけど、新しい酒蔵が、ま、できたってことかな。うん。ね、嬉しいじゃないですか、こう、函館にこう、地酒がまたあるっていうとね。いいですね。うん。で、今、盛んにやってますよ。空港でもすごく売ってるし、うん。まあ、あの、市内の飲食店なんかでもね、やっぱり出せるっていうのは嬉しいじゃないですか、函館の酒。で、これお客様からね、いただいちゃったんですよ。はいはいはい。もう、落語会の終わりでね、ちょっと、あの、 お客様へご挨拶してたら、パッと手渡されまして。ありがたいですな。あお酒だけかなと思ったらね、あの、なんだっけ、あの、函館にね、有名なね、ハムの会社なんですよ。函館カール・レイモンってね。はい、はい、カール・レイモンの耳サラミ付きでね、つまみをつけて。はちょっと、すごいで、わかってらっしゃる。素晴らしいお差し入れですね。そう。魚までついて酒が来ちゃうとね。 もうすぐ飲みたくなっちゃうところを我慢して、そう、うちまで持って帰ってきた。すごい。忍耐強かったですね。うん、超えてきましたよ、津軽海峡。はい。で、それを飲もうってんですな。はいはいはい。じゃあ、ちょっとトクトクついていただいて。そう、開けるからね。で、で、ボタンさんは、カクテル。これね、私初めてですね。ザカクテルクラフト。初めて。秘密のひとしぼり製法。 秘密だからね,ね,ね。香り成分たっぷりのライムオイルを仕上げにひと絞り、バーテンダーの香り付け技法を再現しました。うん、すごいですね。じゃあちょっとこれ、いただいてみようかしら。うんね、プシューなんて言うでしょ、<よ>きっと。これね、あの、みましさう。あ、そっか、コップに注いじゃいけないやつだ、これ。 なんでなんでいや、なんかね、匂いがね、ちっちゃうかなんかだったかな、確かに。じゃちょっとね、あの、まあちょっとあんまり、あの、お上品じゃないですけど、ちょっと、あの、そうやって、だって、缶から直接って、もう、あの、ほら、そこに手のひらを添えれば、上品になるから。そうそうですね。あ、そうしましょう、そうしましょう。はい。あの、小笠原流でね。そうそうそう。小笠原流が、じゃあ、れもついてみよう。じゃあ、乾杯していただけますでしょうかね。 それではい、ご発声は山野スケ師匠からいただきたいと思います。皆さんまだ週は始まったばかりでございますが、はいすね、毎日が金曜日でもよろしゅういいじゃありませんかね。ということで乾杯いたしましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、うん。ちょっとあの。 まあ、かっぱ香りはすごくいいですね。この香り本格って言うと、やっぱ、うん、ライム香るってやっぱ香ってますね。まあ、ジントニックなんでしょこれは。まあ、そうです。まあ、ジントニックなんで、ただその、ライム、うん、ライム推しですね。う あ、ライムを強めに効かして、そうそう,そうそうそう、ジントニックと。そうですね。私、もジントニックいろんな、まあ、タンカレーであったり、うん、なんですか、えっ、ー、と、あれ、うん、ボンベイサファイアとかね、ありますけど、いろんな名前ね、メーカーありますけどね。あと、あと、あれですね。私、あの、クラフト、 あの、ジャパニーズクラフトジンだと。はいはいはい。6、えー、6ですね。ああ、6ね。6も有名ですよね。今、あれなんかちょっと、海外の方にね、向けてお土産に押したいのかなっていうのを成田空港ですごい感じました、ね。うん、ししね、免税店ね、すごいああいうの出て。うましたね。うん、ウイスキー売るものないからしょうがないんだね。うん,う,んうん。ジンがいっぱいす。時間ね、時間。でもあれも美味しいんで。はい、まあでも、ジンっていうかもうこれかなりライムですね。 あそうまあ、アルコール5%っていうんだからジントニックよりは優しい感じだろうねお酒的にはね、うん、いわゆるカクテル的にはねそうですねまああの、うん、あれ、えー、とストロングゼロとか飲むよりはいいかなっていううんなるほどだ香りを楽しむから、うん、ほらごきゅう、ね、ごきゅういくんじゃなくて、うん、ちびりんちびりんといく感じですかね,そうそうで,すねでもこれ面白いですねライム香るですけど無果汁ですかね 無果汁ライムどこ行っちゃったんだろうね。無果汁ライム、オイル。イオイルは果汁じゃないっていうことなの、うん、あ,あの、皮、皮を絞るとピッて目に染みるやつだね。そっか、皮は果汁じゃないっていうことか、うんうんうん。ピール、ピールするってよく言いますけどね。あ,うん、あ、はははピーラーのピール。そう。で、カクテルなんかだと、例えばマティーニとかやった時にですね、最後に、その、なんかあの、かまあ、あライムとかね、 の皮だけ剥いたやつを、こう、ぴゅっと絞るとさ、うん、その油が出るじゃないですか。なるほど。それね、そのことかもしれない。秘密のなんとかって。うん、そう、それを、そう、それだよ。さうん、秘密の人絞り製法ってのは、きっとそれのことを言ってるそれか。うん。バーテンダーが木々でやるやつ。<laughs> うん 書いてあるんじゃん。絵、絵が書いてあるんじゃん。書いてある、書いてある。なんかやって、これなんかあれ、うん、お醤油垂らしてるような。あの、あの、あれでしょあの、最近さ、サラダのドレッシングがパキって手が汚れないってやつ、手が汚れないって、やつに見えるそうそう。あれ考えた人頭いいね。すごい、あれはね、画期的でしたね。そうそう。それもさ、右と左でさ、なんか袋がさ、分かれてて、で、真ん中でぴったり混ざるようにできてんだよね、あれ、2種類。 っててすごいですね誰が考えたんだか知らないですけどね<え>で,、はい、<laughs> で他のあの今聞いてくださって皆さんの方もね火曜日から飲んだくれてますな、ね、皆さんええ、ちゃちゃさんは知恵美人アアあ知恵美人ってあの私ねバイトしてた時にあの置いてありましたね、うん 知恵美人のね、紅茶のなんかお酒もあったんですよ。ほんと。知恵美人って大分の日本酒なんですよね。で、大分って日本酒珍しいからさ。そうですね。知恵美人が代表選手ですな。うん。うん。のね、ところですかそうです。無二常中がまあ主なんだけど、まあお酒といえば知恵美人。ね。つまみはチ、まあカズチもね、あの、私、界隈周りでは結構ね、人気のあの、つまみでございます。はいはいはい。 おたるのね。いいですね。はい。え、まささま、まさま、まさのすけさんはですね、まだ仕事をしているという在宅で。コヒこれ、かなり濃そうですね。ずいぶんこれ。は眠気覚ましだ。ね、この時間にこんなたっぷり。私もちょっと寝られなくなっちゃう、これすごいね。すごいですね。朝まで働こうってんだな、このま。え、あとこれ、田中よさんの私、これ知らないですね。プレミアムいや、グランドモルト。 ブランドも、これあるサントリーですかですかいやー、わかんない。どこの、どこのメーカーだから。なんかね、ちょっとなんか、どこでしょうね。ちょっと気になりますね。あなんか。わかんないですね。ね、どっかのオリジナルっていうか、あの、プライベートブランドみたいなやつかな。ねえ。キューちゃんサマーピルス。はい。パンジの。これ私もこれ買いました。うん。ねこれ美味しいよね。美味しいです。うん。はい。え、堀切ケロンさんは これ2種類並んでるけど、はい、まあ、例のプレモルのマスターズドリーム。うん、なんかこういうの見ると、お中元が近づいてきたな、なんて思っ、ま、た、ね、そうですね。いや、はい、今日うちにね、お中元届いたんですよ。早っ <laughs> 早いとっ。早いですね。最速ですね。そう。それもね、うん、あの、ビールがワンケース届きました。はい、早いないこの夏はもう、まあ、ビールに困ることはありませんな。ね。あの、毎年、あの、瓶ビ,ビールを、世界のビール館を経営なさってる方が、ねうん。 からもらってたんですよ。あのビンビールを、あの海外のビール。でね、やっぱちょっとコロナで飲飲食業界が非常に厳しくなって届かなくなってしまったんで、本当にコロナがにくいですね。そうだね。コロナはいろんなとこに影響がある。あのね、あのね、なんかコロナのまあもう三年ですよ。じゃね、いろんな影響がもちろんあのね、感染してしまうといろんな影響が出る人が出てくるんだけど。 ま、この3年、なんとか、え、逃れ、逃れて、頑張れた人にもですね、いろんな影響があるらしい。はい。はい、それで、なんとかっつったんだけど、忘れちゃ、名前忘れちゃったんだけどさ、例えばですよ。うん。例えば、僕らって足袋履くでしょ。はい。あのボタンさんって、足袋どうやって履きます立ったまんま履く座って履く私、立って履きますね。立って履く。はい。え、片足で立って履く。 はい。それじゃないと、あのね、しゃ、しゃがんで履こうとするとパンツ見えちゃうんで。ああ、まあそうだね。女性はそうそうそう。なんか、なんで、男の人みたく、こう、座って履くってことができないんで、絶対立って履きますね。立って履く。でさ、僕もね、立って片足で履くんですよ。はい。ほんで、あれってさ、まあ僕はね、あんまりそういう、ほら、バランス感覚とか運動能力とかそういうものを母親のしずえちゃんの体内に置いてきたっていう噂が、まあかなりありますが、得意じゃないんですよ。はい。 でも、あのー、まあ、前座の頃からね、片足で旅を履くっていうのをやっていて、で、なんかね、例えば二日酔いの日とか、うんうん、なんかいまいち体調が良くない日っていうのはね、うんうん 片足でタビを履こうとすると、ちょっとふらふらっとしたりする。ほうほうほう。っていうことがあるんです。ほうほうほう。あの、ボタンさんはもう余裕ですかいやいや、余裕ってことじゃないですけど、やっぱ疲れるとちょっと、あの、あれですよ、あの、トトトってなったりすトってなったりしますス結晶方式で、壁にちょっとこう。はいはいはい。持たれながらやるっていうことを、やってますね。背中を壁につければ、それはもちろん、あの、誰でもっていうかさ、そうそう、そういう感じ安全に履けるじゃん。 だ私はね、だからそれをあえてやらないで、はいはい、あの、完全にど、の,あの、一本足打法なんですよ。はいはいはい。それで、その時にその日の体調がわかるっていう。はい、なんかちょっとフラットするってことは、<ー>あ、なんかちょっと疲れてんのかなとか、あ、なんかちょっと調子悪いのかなっていう、まあ、さほどね、講座に影響するほどではないにしても、うん、そういう、こう、細かな、こう、触れ幅っていうのがあると思うんですよ、うん、体調って。 で私はそのバロメーターとして片足で旅を履くってことをしてるの。はい <laughs> うん、で、でね、その長いことね、そうやってあんまり運動できなかったり、外で仕事とかの、通勤とかさ、あれ実は満員電車ってものすごいバランス感覚を要するものなんですよね。<laughs> そうですよ、ね。そうそう。あの、実はだから都会に住んでる人のバランス感覚を測ると、田舎の人より断然成績がいいんですよ。 ちょっとぶつからないようにさ、実に絶妙に皆さんも。で、あとほら、なんか、何、動き出し、踏ん張ったりする。そうそうそう。そうしないと倒れちゃうから。そうそうそう。そういうバランス感覚を毎日知らないうちに鍛えてるわけ。はい。で、そういうことがなくなったコロ、コロナ禍ですね。はい、リモートでね、おうちでね。そう、今日俺、口回ってないのはね、6時から飲んでるからなんで、あんまり気にしないでくださいね。はい。 片足で僕らの場合は旅だ、はい、だけど皆さんだったら片足で靴下を履くとかってあると思うんですよ。はいはい、でねこれができなくなるっていうことがあるらしい副反応みたいなそう副反応的にこのコロナの一つの爪痕としてねどうですか皆さんね。被被害害ですようですすよよ健康これ、はいうん だから最初から履けねえって人はちょっともうそれはもう測りようがないんだけど、あの今まで何の気なしさってやってた人が、ちょっと、ちょっと見てみてください自分たちのね。あれそう言われれば、あれちょっとふらつくなとかね、あるかもしれない、うん。そういうこともあってね、ただ酒が弱くなったとかね。 そういうことだけじゃないらしい。ただね、それはね、ほらあの、打ち上げがなくなったから痩せたとかね、うん、逆にいい方もありますけどね、うん。そうそう。太る場合もあるけどね、でもうち<は>から出ないから。そむしろ本当食べる量が減ったので。うんうん なんかそのお付き合いだと残しちゃいけないとか、相手が気を使ってたくさん頼んでくれちゃうこととかがあって、はいはい、でも出されたらね、残したら失礼だと思うんで、うんね、結局それで太っちゃうっていうか、うん。打ち上げはさ、いわゆる目で食べるっていうかさ、あんまりケチケチ、どうあと一皿、え、何皿、何個食べるとか、そんなこと言わないんだよね。うん、ガサーって頼んでさ、余って、もう残っても構わんないから頼んじまいみたいなとこあってさ。そうそう,そうそうそう。で、それを無理やり後で片付けるみたいな。 私は多分単なる運動不足っていうか、だって、うん、話し方って仕事に行きゃそれなりに運動になりますよ。<laughs> 大した運動ではないかもしれない。けどね、あの皆さんはね、あのー、着物をね、あの運んでらっしゃるでしょ。うん、そ,うそうそうそう。あれはね、ちょっとしたウエイトトレーニングですから、ね、そうなんだよ。 だからさ、旅、旅にさ、久しぶり行くとさ、もうスコブルク旅れるんだよね。そうそうそう。あの私ね、あのもうあの着てる、もう着てなんかこうな全体にこう分散っていうかこう一応まあ洋服よりは相当重いですけどね着てでもまあ運ぶよりは楽ですね。そうだね。うん。実際運ぶとかなり重いですから。うん。 座布団の上で座ったり立ったりとかってある我々の基本的動作だって結構大変よねあれ。だってほら何かに捕まって立つわけじゃないしそれこそなんかよっこらしょって立つわけにもいかないから結構太ももの力を使ってさ一気に立つじゃない。あんまり手出してさよっこらしょってやんないもんね。やんないですね。そう言われてみればあれはちょっとした。 あれ意外ときついと思うだから慣れない人はあれできないはずなのよ。なるほどね。普段正座してない人は立つときは。あ不動棒とかやった後ちょっと筋肉痛になったりとかあ、不動棒なんか完全もうバッキバキですよ。その、あの、桃の前の筋肉。あの、大きくの皿とか、幽霊がちょいちょい出てくるとき。うん。あれは結構きついんだよね。そういうさ、日常動作でも結構な運動になってんだけど、その日常操作すら、 あまりやらないこの3年っていうので、結構なんかね、ちょっと気にしてみると、あ、これもちょっとできなくなってるかも、なんてことがね、あるんじゃない他にどんな動きがありますかね、我々。でも結構あると思うよ。うん、なんか、だって口座に上がるってさ、まあ、あの、寄せはさ、ただ平面にこう、スーッと出てくるけど、例えば、末、うん、広亭だってさ、 いや私、二階の楽屋とか、よいしょって感じです。そうでしょ二階に上がるの大変だよ、まずね。結構急な階段なんですよ。昔の家屋のね、日本家屋の急な階段。それから、講座に上がるときがさ、うん、あの、二段だっけ、あれ。二段の階段で上がるじゃん。よいしょって。意外と高さのある段階ですよ、ね、そうそうそう。はい、そう。それでいてさ、はい、なんていうのこう、すぐ講座でしょそうで,すそうです、そうです。 ってことはさ、あの、なんていうかな、上二段、よっこらしょって上がって、はぁって肩でかず、ね。 息して、出てくってわけいかないんだよ、ね。そう,そうそうそう。もうすぐさ、二段上がったら、お客さんに顔が見えちゃうそう、そこはもう、ふわっていうね。そう。ね、外の顔になるわけですそう。勢いでさ、べって上がっていかなきゃいけないから。意外と大変だと思うよあ、あだから、結構、僕ら、まだ、い、いにしても。はい、もう、年かの、ね、おじいちゃんとか、の話か、もう。結構、大変なんじゃないかと思うんだ、あれ。あのー、なくなったね、あの、古銭賞ね。千、うん、の古銭賞は、うん、もう、どう考えても、楽屋では超。 おじいさんじゃないですか。だと、だね、よくお昼寝ってか、うたた寝をしてるんですよね。学園。あの、<え>赤ちゃんみたいだったよね。ここいきな、え、い、今寝るえ、い、え、次講座でしょ。えー、みたいな感じで。で、なんか、出囃子とかなると、うん、なんか。ふっなんかそう、よくさ、六十の本家帰りとかって言うけどさ、古銭賞ね。はい、あの、ギター弾かない方の古選手は。あのー、なんていうのかな、もう、つっかり、もう。 おじいちゃんだったよね。まあ、講座はそう見えないと思うけど。そうで、うん、そのね、そのおじいちゃんが、その、もう完全なおじいちゃんの状態から。うん、あそこの、その段差であったり、うん、鈴本の敷居をまたぐと、背筋がピューって伸びて、うん、顔がプワーって明るくなるんわけ、うんうん。そうなんだよね。 あんな赤ちゃん見たくなってんのに。うん。それこそさ、古性市長なんてさ、自分の出囃子なるまで寝てるわけじ、うん、そ,うそうそうそう。それであの、せりっていう出囃子がかかった途端にパッて目が開いてさ、そう,そうそうそう。あ、俺だって。で、俺だっつって上がってって、それであんなにお客さん沸かすんだからさそうそうそう。まあ12分ぐらいですけど。そう、化け物だよ。ちょっと、ちょっと詰めてきちゃう,う、ね。そう、短い、ね。ちょっと短い。ちょっと短い。<laughs> お手洗いの文化。そうですね。そう、お手洗いの文化ね。もう約束の。初めての水薦トイレにね、やった人が慌てて手で押さえた。そうそうそう。あと、しかとかもしかっていうのも。はい、かとかもしかも同う名作のね、漫画何もうね、何っていう内容じゃないんですよそう、懐かしいよね。古仙ね、書。ね。皆さんからもちょっといろいろ頂戴してますが、さっきのビールね、田中屋さんの。台湾ビールだそうですよ。あ 台湾からやってきた。なるほど。ちょっと日本のなんかデザインに似ている感じですね、うんうん。台湾でこういう、台湾も今こういうクラフトビールみたいなものを作ってんのかね。うん、昔、だって台湾とビールって言うとさ、なんかさ、うん、マンゴーフレーバーとかさ、 なんかいろんなそういうのがお多いんだよ。なんか割とほら南国のビールだからさ、うん、ツルツル飲みやすいって感じのビールが私としてはイメージでありますけど、うんね、最近はやっぱりこういうヨーロッパ系のなんかクラフトビールも作ってるんだね。うん、うん。えー、キョチャさんがケチャップとマスタード。教えてくれた。マスタード。はい。パキッテ。パキッテ。パキッとじゃなくてパキッテなんですね。パキッテなんだね。うん。あれと相当パテントとかあるんだろうね。 一個につきいくらみたいなさ。<laughs> いやまあ、特許的な何かですかね。そうそう。だからさ、あのコンビニとかはさ、まあ時々あれはあるけど、うん、やっぱりかたくなにあの破く、破くタイプのも多いから。はいはい、ありますあります。ねど、できることなら全量あれに変わってほしいんだけど。はいはい、わかります、ね。だけどやっぱりあれはコストが多分貼るんだよね。そうそうそう、きっとね。うん。ね。 えー、ザビさんじゃ、ザビさんもね、まあサッカー今見ながらっていうんで、うん、もしかしたら聞いてないかもしれないけど。聞いてなくてもいいんですよ。ね、サッカーの方が大事ですからね。いいあサッカーの方が大事ですよ、えー。そう、先週のネタでザビエルが連呼された。ザビさんはザビエルだからね。あの、うん、大分のザビエルね。はい。うん、お土産でししね。ね、あれも美味しいんだよ。うん。そう、ザビさんとザビエルね。はい。うん。なんかやっぱ呼ばれると反応するってあるよね。かだからね、あの、 サンちゃんってさ、いろんな人をサンちゃんって言うじゃん。はい,はいはいはい。僕、あの、話し家でさ、他の、うんうん、他のさんがつく人とかさ。はいはい、うん。そう、ピクっ,ってしたりするもんね。はいはいはい。うん。ボタンさんはそういう意味では、あの、唯一無二って感じでいい、ね。<laughs> いやいや、私、あの、エビゾウさんの娘さんがついで、あの、妹さんから娘さんにね、うん。はい。市川ボタンさんって。 あ、本当、そうなんだ。そうレベルが違います、ね、すごいね。そ知名度のレベルが。うん。まあ私もね、一応三之助といえば、どちらかというと歌舞伎の方を連想される方が多いよね。うんうん、うん。あ、そうだ。あれも團十郎もできるんだよね。そうですね。またね。はい。大変だわ。あっちも。ね、<laughs> あっちも大変だ。えー、ですね。襲名はね。うん。うん、どなたにとっても、ね。うん。松竹もね、今不動産事業で、えー、ほとんど、あの、映画と、うん うん、歌舞伎を支えてるようですよ本当そうだと思います。やっぱりね、いろいろ多角的にやっていかないとね、リスク減らして、うん。そう。で、多角的かなと思ってたら、もう今、不動産屋がメインになってしまったっていうね。あそう歌舞伎なんかやってもやんなくても、どっちでもいいみたいなね。うん、そういう感じですよね。あの、全体の収益から見ると、ね。そうでしょうね。うん。だったらやってほしいね。 そうですね。やってもや、うん、やんなくてもよかったらやってほしい。そうそう。だから、さ、なんかさ、なんか、なんていうの、お金儲け関係ないってことになったらさ、それはそれでなかなか面白いことになると思うんですよ。そうですね。どうしてもほら、やっぱ収益ってものがどうしてもついて回るじゃない、うん、だけどほら、本業じゃない、この不動産でね、こんだけ儲かんだから、うん、いいじゃねえか、歌舞伎は。どんどん金使っちゃえ、みたいになれば。うん、それはそれで面白いよ、ね。そう,そう、いいと思いますね。うん。ね。ケルンさんも襲名参加したいって言ってるよ。うん、ね。仙台行った。お、うん そうか、男女両2代にわたって広めに行くっていうのはね。あ、そうですね。これもまた長生きするね。そうだ。長生きすればもう一人ぐらいいけんじゃないですか、ケラヨンさん。お息子ね、息子。うん。せがれももういるし。そうね。早いとこなんね、うまいもん食わして大きくしてね。うん。まあ、きっとそういうことになるでしょう、あそこの世界はな。うん。さあさあ、まあ、いい時間ですよ、もうだいぶね。 だいぶじゃねえけど、まだまだなんですけど、はい、あの、例の、あの、あえっと、駿河の方面の、あの、大噂、大噂話のコーナー大 <laughs> 噂話をじゃまた聞きたいです。いやいや、もう大したことないですけど、うん、じゃさ、早速行ってみたいと思います。はい、今日の、はい、今週の、今週のひでこのコーナー。今週のひでこのコーナーやってまいりました。え、今週はですね、あの、また、主語を説明しないひでこの巻です。はいはい はい。島のない女。主語がないでお馴染みですけど、うんね、今回も楽しそうにお知らせしてくれました。はい、はい。いや、お姉ちゃんがね、あのー、カンカン娘買ってきてくれたの、うん、お母さん食べたいって言ったら、カンカン娘買ってきてくれてさ、うん、ねえ、とか言って、でもうほらえ、カンちゃん、上のね、メイですね、カンちゃんも大好きだって。うん ね、もう、そればっかり食べてるっていうのよ。いやでもね、前のね、あの、お姉ちゃんの前に並んでた人なんかね、五五袋も買ってったわよ。うん、カンカン娘が何なのかわからなくて、うん、まあ、そうだ。でもまだ言ってるだけ偉いね、カンカン娘ってね。<laughs> そう。カンカン娘をずっと言ってて、私は最初、いちごかなって思ったんです。なんか、娘ってついてると。娘つくね、いちごなんか、ブランド名。って思った。 いやでも季節じゃないし。もう春。ちょっとすぐ季節じゃないしょ。なとなると、カンカンが手がかりだね。カンカン。これあの、愛さんご存知ないですかカンカン娘さんない。全然わかんない。じゃ、ちょっと、何か当ててください。え、そうか。え、カンかなカン。カン。カンカン娘さ5袋っていうのがちょっと。前の人なんか5袋買ってって。 いや、全然わかんない。え、お菓子、お菓子かなじゃあ、なんか、そういう袋に入った。いや、全然わかんない。で、農協町の 農協、森作ってる。ま、あの、周知群っていうね。あの、浜松市の北の北じゃあ、農作物。農作物だっていうことは分かってて。ま、イじゃなくてスーパーで売り始めた。なんか、どうやら夜から並んで買う人もいるぐらいだと。そんなに人気があんのそう。カンカン娘。 いやー、銀座カンカン娘ですよね。カンカン娘といえばね,ういうね。ではちょっと答えに行ってみたいと思います。はい、正解は、はい、トウモロコシ。えー、どこがカんで、噛んで。私も意味がわからないけど、で私がお母さんカンカン娘って何 ああ、今、ググっちゃった俺、すねいい、うん。なるほど。そう。で、なんか、その、うん、あまりに美味しいんで、その、畑から50万円相当分のカンカ娘が盗まれたということもありました。うん、たださ、それ、袋ってどういうこと そういうことだよね。そう、トウモロコシだからさ、1本2本だよね。だいたいね。そうそうそう。いや、今ね、カンカン娘のね、ホームページにたどり着きました。はい。浜名湖の豊かな旬の恵みを産地直送でお届けしますというさ、浜名湖産直マーケットのホームページで、幻のトウモロコシ生で食べられる。そうそうそう。 カンカン娘と姉妹品があるじゃないですか。まさに姉妹品っていうか、兄弟。カンタロウっていうのもあるんだ。兄弟な。オス、メスがあるってこといや、あの、あれに。え、ほんですよね。そういうあるかな。すごいね。え、あ、あ、これか。この、この袋、袋見た。袋、袋ごと、あ、袋ごとね、電子レンジ600ワットで3分だって。はあ。だね、最近ね、そう、 トウモロコシってさ茹でないんだよね、うん、茹でるより皮のついたままチンした方が美味しいっていうことが分かってきて、はい、どうしてもほら水っぽくなるじゃん茹でるとうんだけど皮ついたままだと要は皮 が水分を含んでて、<laughs> で、それがほら電子レンジと反応して、蒸し焼 <laughs> げっていうか蒸さ,蒸される状態になるじゃない。はい,はいはいはい。で、それがとてもいいらしいです。で、たった3分ぐらいでもう食える状態になっちゃう、ね。ああ<ー>。お湯沸かしてたらもうえらいかかるじゃない。はいはいはい。うん。で、最近なんかさ、もうみんな甘いからさ、うん、僕ら子供の頃なんてさ、トウモロコシいっぱい茹でてさ、 で、はい、皿の上になんかほら、ピラミッドみたいに積み上げるじゃないはいはいはい。と、上から塩をかけたもんですよね。はい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 。うん。だけど今塩なんかかけるさ、トウモロコシないよね。う,ん、うん。やっぱもう甘い、フルーツってかなんちゅうかね。うん。うん。マジか、これ食べたくなってきた。だって生でも食えるってんだよ。うん、いやなんかすごいらしいですよ。貴重品らしいっていう。あ、わかった。えうんはい、カンカン娘が 6, 6月中旬まで。はい。 そして7月中旬までが、あの、和瀬<の>じゃなくて、万瀬っていうもの。これがん、あの、いわゆる、ゆっくりできるタ太郎なんだ。は<ー>あら。じゃ、この時期の、あ,あの、もう短い感じの、うん、もう、だからその、短期間にしか取れないっていところより価値が高まってるってこと。うん、そうだね。 なんかね、大体だけど、こっち、ま、少ないと、あれだよな、うん、送料が高くなるから、うんえ、例えばですね、8本から14本入りのパッケージで4580円だそうです。うん、うわまあ送料込みだから、例えば4000円としても1本500円とか、うんうん、ね、400円とかするってことだよね。うん。ま、う、じ、ん、か。 聞いちゃうと食いたくなるね本当ですね、えー、でそれを何<う>とにかく食べまくってるわけどうやらそうらしいです<ー>、うん、でちょっとまあ冷凍したりとかいろんなちょっとなんか,か、ね、あとさらに贅沢なことにポタージュにした あらら、じゃあ、それ、一個ずつ剥いて、バラバラって、こう、バラバラにして、で、ちょっと飲み、ミキサーかけたりなんかしての。そうそう,そうそうそう。うわぁ、まあ、そうだね、それそう自慢のね。そうそうそう。うん、それ、買ってきたのかねあの、姉がだから、あの、だからその、やっぱ北部の方が売ってるらしくて、うん、うちの実家は、あの、もう南部、完全に南エリアなんで、そこまでこう、売りに来ないっていうか。うん。うんうん もう、きょ、きょちゃさんなんか食べたいって言ってもね、カンカン娘、カンタロウとか。なかなかだから手に入らない。うん。きょちゃさんはあの、カンタロウとかカンクロウとか好きなんですよ。どっちかっつうとね。はいはいはい。じゃあもうカンカン娘もね、行かないと。そう行かないと。はい。うん。ねえ。えいや、この時期、そうか、これが、いずれにしてもさ、こういう高級なやつはさ、なかなか手が出にくいけど、いずれにしてもうまい季節だからね。うん。この、 トウモロコシが。そうですね。まんないね、えー、北海道ではトウキビと呼びますけどね。うトウモロコシのことをね、あのー、あれが有名なんですよ。だから大通公園で札幌の、はいはい、あの出るんですよ、スタンドが。あのーあ 何トウモロコシスタンド。はいはい。あれはもう名物です。サンクトペテルブルクに行った時も、あの、なんてうんすか、ファストフードっていうか、なんか、ま、例えばフランクフルト的な感じとか、ま、人形焼きとかもあるけど、なんかこう、スナックですね。いわゆる、ま、軽食として、あの、トウモロコシ売ってました。うん、ま、ちょうどいいもんね。これだけで飯にするっていうのはちょっと辛いけど、そうですそう、スナックですね。スナックとして。いいよね。うん。 へえなるほどちょっと食いたくなってまた上手にこの PR してるなこれなんか食べたくなるようなホームページよこれあ,あとやっぱちょっとね高級だとかってなると絶対、うん、もう,う期待感が高まるっていいますかねそうそうそう高いから売れるみたいなところもあるよねでもこうやってさ何ていうの付加価値の高い農作物を作れれば農家も 安泰だよね。う、まあ、いっぱい作りゃいいってもんじゃないけど、うん、そうですね。<さ>なんかそういうふうにこう、まあ、なんていうか、調整して。うん。うん、どうよ。だって日本なんかにどんどん人減ってっちゃうんだからさ。そうですね。ね<え>、うん、うん。ねえ。えそうですか。あのね、でもまあね、カンク、カンタ、カンクロじゃねえや。うん、えっと、なんだっけ、カンカン娘か。カンカン娘、はい、カンカン娘って言ってくれるだけね。うん。まあ、まだ、まあ一応主語はあると。 まあそうそうそう、主語、ね、の説明はなかったし、説明がない一応主語はあったっていうことでね、まあ、まあ、あのー、ひでこちゃん、まあまあ、まあまあ,まあ,まあっとね、よかったですよ、はいねえー。あのね、実はね、あのこの間、あのー、宮崎に行った時にね、はい、車でこうあの、翼ちゃんね、ここでもよく聞きに来てくれる、翼ちゃんの車に乗って移動してたんだけど、はい、翼ちゃんの車に電話がかかってきたんですよ。ほうほうほう。うん。でね、 あ、母ちゃんからだ、みたいな <laughs>、ね。で、翼ちゃんの車は、あの、ハンズフリーになってて、<laughs> だから、ボタン押せば、もう、スピーカーフォンなんですよ。うはい、そうそう。だから、なんか、電話出ないようなそぶりを見してたんだけど、で俺、その時、ちょうど、あのー、カメラ回しててね。はいはい,はいはいはい。だから、多分、遠慮して、あのー、うん、後で電話かけよう、みたいな感じで、いたんだけど、そう。俺、横で、出ろ出ろつって、出ろつって。 で、そしたら、ポチって出て、出て。はい、で、あの、翼ちゃんのお母さんが出たんです。ほいほいほい。うん。そしたらいきなりもう出てすぐですよ。もう開口一番。はい。届いたから。でも一緒だ。一緒、一緒だ。ここに吹いた。よかった。よかった。そう。届いたからっていきなり来て。よかった。わかる。何が そう、それでね、翼ちゃんなんだかしばらく喋っててさ、し、はい、たら、あんた今どこにいんのみたいになってさ、今宮崎にいるよるみたいな、あ、うん、そうかい、なんつってさ、うん、あ分かったあんた、じゃあねー、つってさ、うん、まあ1分ぐらいの会話だったと思うんだけど、はい、でもその間についぞ何が届いたかは一度も発言なく。<laughs> そう。うん。それでピッて切った後に翼ちゃんが、何が届いたんだろうねって言ってたんだけど。<laughs> <laughs> いやまあ、な,な,なんとなくは分かってるんだろうけどやっぱり主語がないっていうのはうお母ちゃんの,あの先輩特許みたいなのとこあるんじゃないですか。そう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 そ、ねね、うそ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 ういうそうそうそうだようそ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 そうそううそそうう 本当、お母さんは素晴らしいよね。うん、うん。届いたんです。翼ちゃん聞いてたか今日も、うん。何が届いたんですか、ね、<laughs> 何が届いたんだろうね。うん、まあ、いいんじゃないか。届いたんなら。届かないよっていう電話だったらいろいろ大変だけどね。うんうん、うん。でも、やっぱりさ、あのー、母親は、俺も届いたよっていう電話はかけるね。 なんか送ってもらったいや、本当言ったらさ、今届かねえなんてことないじゃん。まあね。ほぼ。それにさ、まあその気になりゃですよ。あの、宅急便の伝票からこう、トラッキングすれば。私は自分で荷物を出した時には、もうその伝票番号を控えといて、あ、届いたって自分で確認しますよ。そうそうそう。だけどまあ、ほら、ね、昭和の母ですから、そんなことはするわけもなく。そうすると、やっぱりなんか、もう、もう送った瞬間から、そわ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 しだすわけ。 はいはいはい。ね、そんなさ、30分で着くわけないんだから。はいはい,はいはいはい。だけど、もう送った時から、そわそわ、そわそわ、ね、うん、して、もう、だから届、届いたって知らせが来るまでは、もう安心できないっていうかさ、そういう感じだから、もうそれか、わかってるからさ、うん、もう届いたらすぐに電話でもかけてさ、あ、うん、届いたよ、ありがとう、ありがとう、つってさ、うんうん、ね、ピーマンなんか届きますから。うん、うん いや、愛さんが食べてるピーマンも、なんとか娘みたいな名前なんじゃないですか、うん、本当は。どうなんだろうね。うん、いや、<当>は僕のはね、僕のはね、多分ね、もし銘柄のそういうピーマンだったとしても、うん、いわゆるクズピーマンなんです。うん、あ、そっか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 。うん、あの、母親がピーマンのこう、仕事をしているんです、うんうん、今、なんかる。そうそうそう。 そうそうそう。分けありみたい。そう、あの、そう、不揃いなやつとか。うん、だって買ってまでそんな、ピーマンだってさ、うん、え、何キロあるんだろう、あれっていうぐらい送ってくるわけだから、うん、それは買ったらえらいことになるからね。うん、確,か確かに、確かに。いや、だから、かんたろうかんかん娘なんてさ、うん。んな、5本ももらったらえらいことになっちゃうじゃない。うん、本当ですよね。立派なお中元だよ、もうそれだけで。確かに、もうお中元レベルですね。うん。 ねえ。それでほら、やっぱりさ、一秒でも早く茹でるって言うじゃないあの、もう届いた時点で。本当だったらさ、もうなんなら、あの、なんていうの、身がなってるとこもぎらないでそのまま食いついた方が美味しいっていうぐらいのさ、うあの、トウモロコシってのは足、足が早いっていうか腐っちゃうわけじゃないんだけど、美味しく食べたいならもう一秒でも早く食べなさいっていうものだからね。うんう ねえいや食、いや、食いたくなっちゃったな、このトウモロコシ。トモロコシね、うん、母親の同窓会名簿と宛名シールを送ったんですって、はい、翼ちゃん。はあ、はいはいあ、やってあげたんだ。うん。そんなねいいでもそんな長いものをな送ったらお母さんまず言わないよね。うん。同窓会名簿と宛名シール届いたからってそんなず言わない言わない言わない。言わない、そんなこと言わない。言わない、そんなね。 うん。届いたで済むね、そらね。<laughs> 届いたで済む。うん、あの、ナスぐらいだったら2文字だからさ。あ、ナス届いたって言う言 <laughs> う,う,う,う。うん、茄子なら <laughs> うナスな。だけど5文字以上になったらもう言わない。ああ、5文字。トウモロコシですら。もう6文字だから。カ <laughs> ン、カン、カン、娘結構多いぞ。いや,<文>いや、おカンタロウが最悪、あの、5文字ですから。ね。 うん、あまずもう主語はなくて当然っていうことになります、ね。当然ですね。うん。ねえ。いいな、これ浜名湖産直マーケットね、今チラチラ見たな三カビみかんとかさ。<laughs> うん、三カビみかんも美味しいですよね。そう。ね、浜松餃子でしょはい。はい、うん。調味料もいろいろあんだね。いろいろありますね。うん、ちょっとなんか、こういうのお取り寄せ、一時期ね、ずいぶんやってたんだよね。 うんうん、でも今あんまりそういうこともしなくなっちゃったな今回はね最近ねでちょっと困った困ったことがあってさ、はい、私あのスーツケースを買い替えたんですけどあスーツケースがちょっと小さくなったんですよ。とねまあボタンさんの師匠のもう、あのー、名言のね、はい、え帰りのカバンには若干の余裕がありますっていうね余裕がないのよ今。 あららら、じゃあ、も,もらえないし、いお土産も入れられないし。そう、行きから満ンで行って、だから実はね、この間ね、はい。あ、この間、あの、なぜか札幌でね、あの、はい、その、成功マートへちょっと朝ごはん、今日もう朝ごはんセイコ功マートだって言ってさ、うん、はいはい、はい。あの、本当はちょっと食べに行きたかったんだけど、なんかちょっと固くなっちゃって、うん,うん、うん。あの、じゃあ、成功マート行って軽くなんか弁当みたいなの買ってきて、食べようと思ってセイコ功マート行ったのよ。 やっぱりちょっとそそるものがいっぱいあって。はい、もちろんね。つい,ついつい買っちゃうの、いろんなもの。で、その中で、いや、買うつもりなかったんだけど買っちゃったものの一つに、ハッピーターン焼きそばっていうのがあってさ。やばいですね。すでにやばいですね。何しろほら、秘密のあの粉がかかってる、かけるってことでしょ、はい、あれ。はい。ハッピーパウダーの。ハッピーターン焼きそばやばいですね。うん、で、 結局、それ買ったんだけど、まあ、食べないよね、朝からそんなさ。はい、だって、お弁当も買ってきてるわけだから。はい、ついつい買っちゃっただけだから。はい、で、それ普段だったら持って帰ってくるわけ、その、スー,ーツ,ーツーケースの端っこの方に、はい。はい、うん、それでさ、しょうがないんでさ、これ、はい、入らない。で、ああいうものは、ほら、 なんていうの無理やり詰め込んだらバキバキっ,って込う,うです壊れちゃうじゃん。いやいや、ほとんど空気なんだから。はい。ね。どうしようかな。もうだ無理だなと思って、え、ホテルをチェックアウトするときに、はい、ちょうどの廊下で掃除してたおばちゃんがいたので、あの、すいません、これあの食べきれなかったんですけど、はい、あの、よかったらもらってもらえませんかって言ったら、すごいびっくりした顔してたんですよ。ええー。まあ、ハッピーターンだから。はい。 まあまあ、まずくれるってことがびっくりしたのかもしれないけど、はははそのハピータン焼きそばっていうのを見て、相当言葉を失ってたんだけど、<laughs> はいはい、なんか一瞬間があってあのあ、ありがとうございますってってもらってくれたの。<laughs> 嬉しいでしょう <laughs> もうそうやってね、もうでも無駄無駄なく泣くですね、<当>泣く泣く別れたんですね。多分東京でも買えると思うんだ、ああいうのって。ーね、成功マートオリジナルじゃないからさ。う も買っっちゃたそうういのがねね最近持っってて帰られで今回のこのお酒ねお酒は意外と細いしあと圧力に耐えられるんでパンパンになってればなってもお酒は安全なんですもうギュッと挟んで持って帰ってこられるからうんうまいっすよこの酒ちょっと酸が効いててね美味しく飲めてますうれしいねうん ええと、四十三分。おお、結構いったね。来ましたね。今日も内容のない話で内容がない。ね。何話してましたっけ前半は。えなんだっけとうもろこしの前、ひひでこのコーナーの前何話してなんだっけえ酒その話もうもう何にも覚えてない。何にも覚えてないですね。一応俺はさ、これが終わるじゃないはい。それで、あの、ボッドキャストにするときに、 ざっと流しては聞くんだけど、はい、いつもそう。あ、こんなこと喋ってたんだっていつも思う。はい,は,いは,いはい、はい、はい。本当に。本 <laughs> 当ですよね,ね。うん。だからね、やっぱり、あの、毎週毎週、うん、まあ、なんだろう、クオリティ的には随分ばらつきはありますよ、それはね。うんうん、うん。適当に喋ってるだけですから。本当ですね、うん。でもこのドリルはね、うん 僕らにとってはとても大事なことで。はい、大事ですよ。ねやらないと。うん。喋るってのは本当大事だよね。うん、<で>あと、皆さんもう、まあ、多分ね、あの、口の周りの筋力とかもどんどん落ちちゃいますからね。落ちるよね。うん、はい。皆さんもほら、うん、聞くっていうことを関して言えば、聞く能力っていうね。うん。今ね、すごいんだってさ、昔からまあ言われててさ、はい、まあラジオ、まあラジオより前の時代。 字の読み書きができない頃の、ね、庶民は。あ、話すしかなかったわけじゃん。うんうん、だからほら、落語なんか聞いてもすぐ覚えちゃうとかさ、ね、そういうことだったけど、今はやっぱり字が先でしょだから、字が、だからテレビなんか字幕がないと意味がわかんないっていうね、そういうことになってるみたい。そうだからラジオは厳しいんだってさうん、うん。つまり日本語のヒアリング能力が。ヒアリング能力 力がね、そう日本人のくせにどんどん落ちているっていうことらしくてえだからやでもちろんさ話すっていう能力はなおさら大変じゃない、うん、ねだから、うん、やっぱりこういう声だけとかおしゃべりだけのメディアっていうのはね、うん、やっぱり大事なんじゃないですかね、うん、と思うんですよ。えー、マジカさんからね ハッピータン焼きそば、ローソンで売ってるそうです、だって。ほー期間限定、急げ、急げ。急げ、ハッピータン。ちょっとなんか、カンカン娘は買えないけど、ハッピータン焼きそばなら買えそう買える、買える、全然買える。多分200いくらとか。ローソンもよりあるし。ね、うち目の前ローソンだから。うん、ローソン。えね、ザビさんもハッピータン焼きそば反応してます。でもさ、どうなんだろうあの、あの麺に、 僕も買って、うん、買ってから考えてるっておかしいんだけどまあ確かにハッピーターンは美味しいですよ、うん、はいでなぜハッピーターンが美味しいかっていうのは、うん、ハッピーパウダーがあるから美味しいわけじゃないですかそうですね,そうですねだけどそのいくらね魔法の粉と言われてるハッピーパウダーでもうん、うん、あのあのなんていうんですか湯がいて、うんえー、お湯を捨てた後の、うん、あの麺にあの粉をかけた時にどういう味になるかは全く想像できないんです まあ、それはね、ただそれだけってことはないと思うんですよ。何らかのこう、下味があって、うん、そこにハッピーターンの感じを出してくるんだろうけど、想像つかないね。そうですね。はい。いや、言ってはみて。しいとは思う、美味しいんじゃないですかね、やっぱ。いや、だこれでまずかったらさ、ハッピーターンブランドに傷つくじゃない。<laughs> そ,うそ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 う。ハッピーターンっていうのは美味しいって決まってるわけだから。そうですね。ね、うん、ハッピーターン嫌いな人っているのかね いや聞いたことないですね。ね食べられませんみたいな人もいない。ねハッピーターアレルギーとかはあるかもしれないけどアレルギーはあるでしょうね。うん。だけど、あれはね、まずいよね、あれはっていう人はあんま聞いたことないからさ。そうですね。目の前に置かないでくれみたいなこともあそうそうそう。置かないでくれね。あの、五千以上におけるおしんこみたいな。おしんこは嫌いだね。何があったんだろう。 もう話かさ、変色が意外と多いからさ。はい、多いですね。もう有名どこだと亡くなったミキスケさんだよね。あの、先代のね。あの、果物嫌い、うん。珍しいですよね。うん。果物全般ダメっていうね。うんうん、それで隣の部屋にあってもダメだっつうんだから。ええ。ー。うん。楽屋の隣の部屋に果物あっても匂いでわかっちゃう。ええー。そそれは本当に嫌いなんだろうね。うん。うん、何があったんでしょうね。うん。うん あとあの、有名なところだと、紗ションね。ほうほうほう。サラクショ師、ね、は鳥が嫌いなんですよ。あとね、鳥肉食べれない人結構います、ね、うん、一朝師匠とかもそうですよね。うん、鳥はね、割と多いよね。身の回りでも。なんか、うん、まあ一般の方でもっていうか。うん,うん、うん、俺はあんまり好き嫌いがないから、あんまよくわかんないんだけど、うんうん、そういう気持ちがね。うんうん、でもまあ鳥き、だから僕らなんかさ、若い頃さ、うんうん、この師匠は鳥が食べられないっていうのはやっぱり把握してないと、うんうん うっかり焼き鳥屋に連れてっちゃうっていうかうち屋ねあるじゃないまずいですよそれはで佐楽師匠は鳥が大嫌いなんですよであるところへ仕事に行って楽屋に入ったら嫌なやな古えが来ちゃったんだって何だっておかしいこここの部屋なんかおかしいよくあるね霊感の強い人がさ なんか入ってきて「あここいる」とかさあるんじゃないでサラクッションある楽屋に入ったらもう体が震えちゃって止まんないんだってさでなんだろうと思っていろいろ調べてみたらうわーこれうみたいな本当の話いややっぱもうそこまで嫌えるってすごいよね いや、なんか、でも、何かいや、いや、わかりますね。気持ち悪いですよ。とにかくね。私も鳥の白星怖いもダメですね。白星全般もダメですね。私、どっちかと。うん。なんとも白星自体が嫌いって人いるよね。さ、鳥だろうがんだろうが。そうそうそう。なんか、死んでるのに無理やりみたいな感じで。うん。そうなの。リンさんがね、今、ハッピーターン苦手発言。 <お>嬉しいね。いそういう、もう、勇気のいる発言だったと思う。い,いや、でもいいんだよ。嫌いな人はいてもいいんですよ。そうですよ。当然ですよ。うん。他に食べるものがないとき、うん、粉をできるだけはたき落としていただきます。 ってことはですよ。うん、ハッピーパウダーが嫌いってことですよね。ちょっと味が濃いっていう印象がありますねまあ、まあ。そうなんだよ。だそれってもしかして非常にこう舌が肥えているとも言えるんだよな、うん、そうですね。うん。ね。うん、ってことはですよ。ハッピーターンからハッピーパウダーを落としてさらった時に残るものは何ですか、うん、おせんべい。ちょっと硬いハイハインってことですよね。 ハイハインって何ですかハイハイン知らないの知らないです。ハイハインって子供の頃食べるさ、真っ白いせんべい。真っ白い、そんな名前なんですね、あれね。赤ちゃんせんべいじゃないですか、あの名前。赤ちゃんせんべいでもい。あれ赤ちゃんせんべいって正式にはハイハインですよ。あ、そうそう。私はあの、あれの名前は赤ちゃんせんべいだと思ってましたけど。赤ちゃんせんべいは、ま、あの、NHK ではそう言わなきゃいけないかもしれないいやいや、すごい。一応、ペトラポットとか言っちゃいけないことで。はい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 。 宅急便ダメだから。はいはいはい。商標になってるからね。そういう時はおちゃんせんべいなんだろうけど、やっぱりハイハインでしょ、あれ。はい。そういや、やっぱね、物の名前は正確にしてたら楽しいですよ。なんてハイハインなんだろうね。ちょっと知ハイハイしてるからじゃないですか。そうだろうね、きっと。違うかなハイハイン。違う。ハイ、ハイハイ亀田製菓なんだ。ハイハイン。知らなかった。ほら、おせんべいだ。そうだ。ね。なんかさ、 子供心にさ、まあ確か子供がほら歯が生えてなくても食える的なとこでしょ、きっと柔らかいの。これでさ、まあ多分塩分がものすごい控えめで。だいは大きくなってから食うとなんかうすら、うすら。 あれに、ね。なんか味がついた不思議なもんなんだ、ね、義理の兄とかなんか酔っ払って、そのまだめいがちっちゃかった頃、うん、そのめいの,のおやつにっていうふうに、そのハイハイになるものをね、うん、う用意しとくわけじゃないですか、ママっていうのはね。うんうん、そしたらなんか夜,夜中にこう、義理の兄が酔っ払って、うん、もうつまみがなくて、うん、その、ハイハイになるものを食べちゃったらしいんですよ。もう大激怒ですよ。 <laughs> だってあんなもうつまみとしたら真逆の方向性だもんね。そうそうそう。それでもう朝さ、うん、食べさせようって翌日の昼にさ、うん、あ多分赤ちゃんに食べさせようと思ってさ、ええじゃねえか、みたいな。うん、<laughs> 怒っちゃって。ええ、み <laughs> ってきたね <laughs> みたいな。<laughs> そんなに怒んなくてもいいの、ね、あんまそういうぐらい怒るっていう。<laughs> なるほど。 いや、今、ハイハインのホームページ見てんだ。ハイハイン .com ってのがあるんだけどさ。やるね。いや、でもさ、お子さんには今、ほら、相当なリソースを割きますから、親御さんは。そうですよ。ね、綱つけといて、その辺にほっぽらかしとくってことしませんから、すごいんですよ、ハイハインのホームページも。今は、僕が知ってるハイハインではありません。もう、パッケージも非常にカラフルで、そして、え、アレルギー、特定、 28品目不使用ね。はいうん、絵柄国産米粉100%。100うん、香料着色料保存料不使用っても完璧な食品ですよ。カルシウム入ってますから、うん。はい、そうですよ。入れますよ。うん、えー、それから野菜ハイハイなんてのもありますよ。うん、ああ。 不足しがちな鉄分を配合って、もう子供の、もうが生えてない時から鉄分補給しちゃうんだね。すごいな、これ。それでね、そう、ハイハイ,インはまあ僕のあのソウルフードではあります今食べませんけど、一応元心つく前に食べてたソウルフードだと思うんですけど、あの、フィンランドに行った時にね、うん、ヘルシンキにね、同じものを売ってたんですよ。ほう。ハイハイ,インとは売ってないんだけど、うん 同じような赤ちゃ、こだからこれん用のうんそう,そう、だからこの赤ちゃんに食べ、そのね、掴んで食べるっていう形状としてもいいらしいのよ。で、歯が生えてなくても、あの、唾液でスッと溶けて、で、食べられる。だからもう食べ、食べ始めるための練習になるっていうすごい大事なもんなんでしょ、きっと。で、だから多分各国にあって、 と思うんだけどね。わかんないけど。ピンダーあるんじゃないですか。いろんな国の。あ、ちょっと、世界のハイハインって聞てください。ちょっと、世界のハイハインで検聞してください。世界のハイ、ちょっとね。世界のハイハイン。ハイハインって一回で変換できないんだよな。はい。世界のハイボールとか出てきちゃうんだよ。はい。はい。はい。世界のハイハイン。出てこないな。 カメダ製菓でほとんど出てきちゃう。だから、ハイハイ,インとは言わないんでしょ、きっと。世界の赤ちゃんせんべい赤ちゃんせ。赤ちゃんせんべいね。漠然として。<laughs> 赤ちゃんせんべい。あ、違うの出てきた。あ、赤ちゃんせんべいはね、<う>ハイハイ,イン以外にもいっぱい出てる。はい<う>。そしてね、このクゼ服ってあの、あれでしょうちょっと高級荒物屋さん,うん、うん、はいはいはい、ありますね。ね。でも出してるんだ。 赤ちゃんせんべい。これでも丸いよ。い普通のせんべいだよ。はい。あのなんか細い感じはあれなのかな、うん、赤、味付けしてないんだってん赤ちゃんのおしゃぶり用開発せんべい。へぇ、えー、とか、まあ赤ちゃんせんべいはだからもしかすると、そのジェネリックな言い方なのかもしれないね。はい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 。はいはいは一応ほら、商品名だからさ。はい,はいはいはい。それで、それとそっくりなせんべいが売ってたんですよ。うんうん あの、ヘルシンキ。はい。でね、あの、ムーミンが有名じゃないですか。そうですね。なんといっても、あの、フィンランドは。はい。でね、ムーミンのキャラクターの中にさ、なんかあの、のした餅に、ちょっとだけ小さい足が入っててっていう変な、変なキャラクターあるの知ってるニョロニョロじゃなくてですかニョロニョロって言うんだっけ、あれ。白いやつですよね。うん。ニョ、ちょっと待って、ニョロ。あれはニョロニョロです。あれ、ニョロニョロっていうの そそそそうそううだ<ー>、ね、だったののパッケージです、ね、そうだから中のハイハインとそっくりじゃないですか形がパッケージのハイハイインを、うんあのー、ヘルシンキで見ましたハハイインンヘルシンキで検索すると私のインスタにたどり着くそうですよ。<laughs> <laughs> そうだから多分、ヘルシーティーの時に、それ、あの、<laughs> 面白<い>インスタに投稿したんじゃない俺、きっと。面白い。うい、ん。ちょっと今、探してみるね。それ、面白いですね。それ、ちょっと、いですね。すげえな。そんなググる、そんなことでググる人、ほかにいないから、ね。いいですね。皆さん、ありがとうございます。そういう感じで、どんどん検索していきましょう。ありがたいね。みんなと一緒に、みんなで検索するのいいですね。やっぱ、検索ワードはね。そう,そ,うそうなの。 あった、ほんとだ。生後6ヶ月から食べられる、うん、えー、何これ、フィンランドのハイハイン。なあ、うん俺、俺買ってんだ。何も味がしなくてうまいって書いてあるから、俺買ったんだわ。多分。はい、やっぱヘルシンキでね、確認しなくてはと思ったんだ。うん、そうだ。じゃあ今ちょっとあの、つぶやきますね。<laughs> はい。もう、ヘルシンキハイハインでもう、他に誰も並ばないようにしてください。俺、俺にしか刺さらなかったってことじゃ。 いや俺すごい刺さったんだよ。覚えた。こんなことさ、印象に残ってなかったら覚えてないもんね。まあそうですね。うん。はい、じゃあ今、その私のインスタグラムにたどりつくためのまあやって。 やっぱり、やっぱりあれですよね。そう考えると、あの,あのなん、トランジットの時間はやっぱ長くていいのかなという気がし,てきしたね。あそう、もち,もちろん、トランジットっていうのはね、空港に軟禁状態にされるってことじゃないですか。うんうん、そうですね。そうするとね、暇だからやっぱ歩き回る。で、まあもちろんトランジットじゃなくても、旅行っていうのはね、散歩を中心に組み立てた方が絶対いいですよ。 そうするとね思いがけないものに出会うわけでうんうん、うんうん。予定外、まあ、はっきり言って予定外のことしか起こらないんですよね散歩っつうのは、うんうん、自分のうちの周りでもなければさうん、うん、やっぱりなんか面白いものに出会いますよトランジットはも全然僕長い,い,いですよ長いいやなるほどと思いますねうん やっぱなんかさ、待たされるとかさ、待ち時間って思っちゃうと、うん、これはやっぱりね、苦痛なもんですよ。だけど、それ待ち、なってるんじゃないんだと。うん、これは今から楽しく、楽しい時間なんだっていうことになればですね、こ、うん、れはもう、同じ時間でももう何倍も楽しめるということです。そうですね。うん、じゃあつ、もうついでだから、あの、 ハッピーターン焼きそばもあげんときましょうね。はい、うね写真撮ってました。ちゃんと。はいはい,はい。偉い <laughs> ね、俺。まあげた、あげた人の写真も撮りたかったですけど、ちょっとまあね、一般人,人。うん、あげた人の写真はさすがに撮ってない。俺テーブルの上撮っただけだからさ。うん、あのおばちゃん、あの、僕結構ね、あの、お掃除してるおばちゃんに話しかけたりするんですよ。はいはいはい。うん。あの、まあ、俺ほら、不規則じゃないもともとさ、はい、あの、すいません、あの、 えー、12時半ぐらいに出かけるんで、それからお掃除をお願いしますみたいなさ。そういうことがよくあるんで、あのお姉さんによく話しかけんですよ。うん、それで、あと、やっぱり余計なものを買ってしまうっていう癖があって、例えば2リッターの水とかを余計に買いすぎてさ、持って帰らないじゃん、それ。そう、もうあのお姉さんにさ。 あの、うんうん、これちょっと、あの、飲みきんなかって開けてないんですけど、よかったらって言って、もらってもらうとか。あとは一時、一回やって、多分あれは、あの、なんていうの、直接言えなかったんだけど、うん あの、一週間分の学校寄せの三人分の花とか。はいはい、花ありますね、花。これもしょうがない。これはだってね、しょうがないですよ。一挙に全部一部屋にまとめて、え、よかったら持って帰ってくださいって書き置きの。書き置きね、はい。直接は言えなかった、それはさすがに。ねうん。っていうこともあったり、ありましたな。あ、ケロヨンさんがなんだっけ、ニョロニョロの人形あるんだね、うちに。なんかあの、ヤクルトに。いっぱいあるよ、なんか。え、ふなっしーもいるし。 僕から、このなんだっけ、あの、えっ、ー、と、ヤクルトのキャラクターもいるよ。つばくろです。あ、つばくろはい。ね、にょろにょろ。はい。えー、これ抱き枕にいいかもね、これね。はい。あ、もう9時になりました。早い。 あ、なんか喋ってたら白人になっちゃったね。本当ですね。今日も何にも喋ってないですね。あれ、さっき40分ぐらいだと思ってたのにね。そうそう、カンカン娘と後もなんか、うん、あとにろ、赤ちゃんせんべいとかの話してた。<laughs> ちょっとハイハイの盛り上がっちゃった。ハイハイも楽しかったですね。ハイハイやっぱちょっと、<laughs> あの、私も多分どの国にも多分、あの、スーパー行くんで、私も海外行ったら。うん。うん、そういうところにね、多分赤ちゃん用のベビー用のこう、まあ、菓子っていうかスナックですよね。うん。 あると思いますんでね、うん、春のゆらりさんも赤ちゃんせんべいって言ってたって。ほらね、そうですよ。うん、ね、はい、そうだ、ハッピーターンもハイハイも亀田製菓なのか。はい、ってことはなんで、やっぱ型は一緒ってことかな。 じゃないですかちょっとね、あの、硬さが違うだけで、まああほぼは私、同一人物だと思います、ね、う。そう、多分材料はちょっと違うって得てんだと思うけどね。柔らかいし、さ、ちど方さ。うんうんね、いや、まあ、いずれにしても、ハッピーターン焼きそば。まあ、はいはいは別に買いに行かなくてもいいけど。うんはいね、ハッピーターン焼きそばはもう、これから終わったらみんな買いに行くんじゃないかな。そうですね。ちょっとあたり、ね、明日、明日の朝にしますけど。俺もじゃあ買ってきて食べよう。 はい。あれば。でもさ、コンビニって早いんだよね、なくなるのね。もしかしたらないかもしれない、はいはい、回転が早いっていうか、もう,うすぐね、売れなかったらすぐ下げられちゃうから、ねそうそうそう。そうそう。だから追加でどんどん入ってこないのよ、そういう色物的なものは。はい、うん、はいはいはい。うん。だから皆さんお早めに、ハッピーターン焼きそば、はい、ぜひお試しくださいということで、はい、次回の日程決めていきましょうか。次回日程です。えっ、ー、とですね、えー、21日はいかがでしょうか ?21 日夜は、はい うんと大丈夫ですよ。はい。じゃあよろしいですかちょっと来週の、のはい、火曜日。21日火曜日ね、1週間後、はい、20時ボタン3と。はい。ということで、はい、皆さんもぜひ、あの、チェックして、はい、また遊びに来てください。は,い,はい。今日もありがとうございました、はい。ありがとうございました。また来週。また来週。